9月に入りました。携帯使用税になってから10回も放送終わりまして。10回目？そうなん、まあ大したことないですけどね。まあね。私たちにた昔のシリーズにしてみればもう大したことないんで、<laughs> 今回からのこうなんかあの海外ドラマみたいにシーズン1とか2とか勝手に名前つけて言いましょうかね。あ,かあ、いいですね。来年1月に日からシーズン2になるにしようしょうかね。スタッフにお願いしてですね、毎回あの。 シーズンワンとかシーズンツーとかのこうちょっとドキドキ感があって、ーね、ホーリー先生が辛口になるとか、ね、ガラッとキャラ変わるとかねいやいや、座る位置が違うとか、とかこの <laughs> ぐらいではないかと思います。けど <laughs>、はい、来年のシーズンツーへ向けて加速したいと思います。はいはい、ホーリー高い機能、携帯しようぜ。今回ご紹介する端末は、NTT ドコモ楽楽本ファイブ。ラクラク ままず初めにスペックから紹介していきましてきょうサイズは高さ 108mm 幅 50mm 厚さ 17.3mm 重さおよそ 113g2.8 インチワイド QVGA 液晶 240×352 ドットがメインでサブが1.4インチモノクロ ドット有効200万画素カメラが外側内側は32万画素カメラマイクロ SD メモリーカードとなっておりますさらに進化して使いやすくなって登場しましたらくらくフォンの最新モデルシニア向けだけではもったいないかも携帯ピッックアップのコーナーナです今回はこちらです NTT ドコモのラクラクフォン ファイブです。前はねあのフォーマーラクラックホンとかラクラックホンとかいう名前をしたんですけど、今年ちなみにあのもうムーバーが一応新規受付終了で、もう二年後か三年後になくなっちゃうんで、もう完全にこれからはもうムーバーがメインなんで、はい、もうもうあえて普通にラクラックホン、まあ前のモデルからそうなんですけど、はい、ラクラックホンもファイブまで来ましたということで、はい、カラーは三色展開ですね。はい、ラベンダー、ブルー、そしてゴールドですね。はい、まあ結構あの従来もね実はこの色の構成に近いようなことをやっていたんで、んまあ色はまあまあ割と持ちやすいかなとで、まあちょっとこれ はこのちょっとこれから順番にご紹介しますけれども「はい、楽ホ本って何なのさ」っていう話なんですけど、うん、まあよくあの年寄り向けの楽々本とかね、うん、そういう言い方をするんですけどもどちらかというと、まあ、例えばこの番組見てるような人たちっていうのは結構その、まあ、あの IT リテラシーというかデジタルなことに強い人たちはきっと見てると思うんですけど世の中にはそうじゃない多分30代20代するの人はあんまりデジタルに強くない人とか。うん えー、例えば30代ぐらいの例えばお母さんとかね、はい、私あんまりそういう機会とか強くないのよみたいな方もいらっしゃるんで。 まあそういう人があまりこう決まらなくてもモテるようなものという意味も含めての楽々本という意味で、うん、まあ徐々に進化してるんだけどもどうも老人とかシニアとかシルバーとか,ーとかいうイメージばかり強くなっちゃってるんで、うんはい、ちょっとそこはどうなのかって気がするんですけど、うんはい、でもやっぱりまあまず進化したポイントもあります。はい、で従来のモデルが F883IS4、まあ、ですね、うんはい、ここは従来のモデルですけども今回はまあこういう形で見ていただくとわかるんですけどあんまりこう外見的には変わらないんですが、うんで,すね、でも。 まあ若干こ,うここら辺のデザインがねこのカメラ前のデザインに違ったりとかうん、うん、あとまあまあんま,あまあ厚さ変わんないです。で背面もこんな感じで、うん、ワンタッチブザーがまあ従来はこの上だったのがまあ今回はこの下に来てますとか外見で一番大きく違うのは前は普通のねこういうまあ折り畳たたみでこういう普通のデザインだったんですけど、はい、今回は実はえとまあ,あのこう、ま。あ ここういういとができるようになりまオープンアシストっていう言い方をしてるんですけどあまあ簡単に言うとパナの,あのワンタッチオープンと同じですよねうん、うん、で開けてまだカバンの中から出しては普通にこう,こうやってこうやって入りもしうん、うん、もしていくことができるんで、まあ、これは従来モデルなんかもそうですけど側面をねくぼみをつけたりして、まあ、開けやすくもしてたんだけどもこういう方が開けやすいよねっていうんでこのワンタッチオープンになります、まあオープンアシストボタンといいますも、はい、なりましたと。 でこれ今あのこう閉じておいたんですけどちなみに今このこっち側のです、ねはい、このコールで今何もしてません。はい、ですがこれをしばらくこうやって持ってですね、うん、こうやって持って上がってくるとあっと完全ちょっと,<ー>えと今ライトがつきました。何かというと おまかせバックライトという機能です要するにまあ携帯って結構ほら時計みたいなもんですから、うん、机の上とかにあ今何時かなと思ってパッと持ち上げたら光って見えるとそういう反応ができるんでこれも非常に今まで楽々ンなかった機能なかという気がしますそれからやっぱりまあ楽々本といえばやっぱり音声系ですねスーパーはっきりボイス2とスーパーダブルマイク、うん、でまずハードウェアの話しておきますとマイクは実はここの普通のナイヤルボタンの下のここと 実はこの裏にももう一個マイクあります例えば僕はこうやって通話をしてるとここで僕の声がここに入りますまこっち側にね。でこっち側で周囲の音を聞いて周囲の音がどれぐらいうるさいかを見てここのマイクの例えばまあ感度を変えたりとか音声の,その処理を変えたりとかすることで、えー、まあ音をより確実に相手に伝えるようにできるという意味ではスーパーダブルマイクという。 それからもう一つスーパーキルボイスの方は相手からの声がここに聞こえやすくなるように、うん、だから実際に電話をする時に、まあ、周りは必ずそうなんだいつも家の中みたいに静かなとこではないから聞いた時によく聞こえなくて「ええ何?」みたいなことよくやってるあのおじさんが、うん <laughs> ね、おじさんと言っちゃって申し訳ないんですけど、まあ、そういう方はいらっしゃいますけれども <laughs> そうならないと要すだからちゃんと相手の声が聞こえやすく聞こえるようになってますということで、うん、そういうそのまあ機能が中に入ってます。はい、でこれは実は実 えーまあ、一つまず一つはゆき、まあ、ちゃん的にも僕的にもちょっとまあ関わりのある世界です実はフォーミュラ日本にドコモさんが今スポンサーしてるんですけどもあのピットとドライバーの間の通話は実は本だそうです車にクホ本を乗っけておいて、ね。で要するに車の中って普通の GT とかだとね内張り取っちゃうのもあるけどもフォーミュラだとさらにもう。 何もないですから,からほとんど僕が普段よく遊びで乗ってますけどあのカートとこと同じなんで、ね、周りもこのモノコックしかないですからすんげえうるさいんですけどそれを要するに楽々本で使うことで<ー>ピットとの間でクリアなボイスで、まあ、やり取りができるようにしましょうってん、ね、で実はそういうところで得られた研究成果がまたこの携帯電話の中に生きているっ、はい、ていうことで、まあ、これは非常にいい機能ではないかなと思います。 一段今回はさらに強化されて,ますされていこで,、ね、でねこれは今後の携帯電話の流れの中で皆さんにぜひ覚えててほしいんですけども、うん、例えばゆきちゃんが三キットで電話を例えば僕にくれる時とか、うん、あるいは僕が何だろう例えば展示会とか行ってうるさいところでそこから電話する時とかもそうなんだけど。 我々って電話をする時って、うん、あるいは電話を受ける時って結構うるさい場所に言うじゃないですか、うん、あの割とだから一般的なこういう感じですねそうそうそう,そう,そうこ話、ね、そうそうそうよくやります、ねね、でそれをそういう意味では、うん、この端末はあまりしなくてもいいし相手にも確実にこういうのは伝わるんで今富士通はこの技術を普通のマルシリーズとかマルシリーズとかに徐々に展開し始めてるけどおそらく今後こういう音声処理の技術っていうのは、うん 他の90とか70もちろん au の例えば他のシリーズあるいはソフトワークのシリーズもそうだろうけど各社の端末の中で音声の処理の部分の競争っていうのはこれから多分激し,激しくなるんじゃないかと思うそういう意味ではこれがやっぱりそのお手本なんで、はい、皆さんそういう意味では。うん まあ、研究してるみたいなんでんまあまあやっぱりでもやっぱり研究されるぐらい,っていうことでございますねそ,、はい、それから今回もいろいろいくつか面白い機能がついてるんですが従来もね歩数計があってあの歩数をカウントして例えばサーバーに上げて東海道53次とか四国の88箇所お遍路さんとかいろいろマップで遊べるのあったんだけど今回は新たにですね えー、歩数計だけではなく、うん、脈拍計がつきました。はい、これなかなか面白くてですね、アイ、うん、アプリの中にですね、えー、健康生活日記というアプリがあります。これを起動するとまあ歩数を見るとか。 脈拍数や血圧を見る測る測血圧はちょっと違うことで別な機械とやり取りするときに使うんですけども脈拍数を測るっていうのをやりますとこのカメラで脈拍数を測定するこのこ,このサブカメラのところにこうやって合わせて今あえてこういう持ち方してますけどもはい、はい、普通は普通にこう,こういうふうに当ててくださいね、はい、この取ったデータをまた保存しておくこともできるしうん、うん、それをデータとしての日記に保存しておいて使うこともできます、はい、それから、えっと、これもう一つは健康機器との連携という今回はちょっとご紹介できないんです、はい けどもタニータというああのまあ、体重計なんかでね非常に有名な体疎性系とかうん、うん、ああいうので有名な会社があるんですねここの機械とですね測定計その向こうの測定結果とここの間を要するに赤外線でやり取りをしたりして健康管理を携帯とその体疎性系とか血圧系で一緒にやりましょうとこっち側は、まあ、要するにアプリなんで、まあ、コンピューターと同じもの入ってますからアプリを使ってデータの管理をしてだんだんじゃあ、えーまあ、なんでしょう例えば血圧がよ,よくなってきましたねとか体重が減ってきました それとかいうのを含めて、うん、まあ健康管理ができるという機能が一応仕掛けとして用意されてます歩、うん、数計もここの表のディスプレイにパッと載っているのでそうで、ねはい、そのまま出てきますんでいちいち今日何歩いたかピッピッピッとかやる必要はなしこれも見ればすぐ分かります、うん、補数計ねやっぱりね僕はあの、まあ、これ前のモデルの時もやってたんですけど、はい、実際に普段持ち歩いてみると結構ね 気になる楽しい楽しい、なるほど今日何歩歩いただそうですね結構楽しいんでウォーキングとか流行ってますから例えばペットのお散歩とかそういう時でもいいですけども結構持っていただいて遊んでいただけると面白いかなと思いますなるほどはい続いては指示書が登場しますじゃんいつも通り通り端っこ6枚ありますよこっちそこ行きますか これオッケイオッケイはいいいですよ。ああ、はい、もうこれはもうね。どういう人が楽楽フォンファイブを買うかもうもう。もう言うまでもないと思いますけど、シニアの方ということでまあ僕ぐらいのまあ四十代も含め五十代六十代の人がぜひ持っていただけるといいかなと。でただやっぱり毎回言うことなんですけどもこれはやっぱりあの。 なんでしょうだからあ,のあんまりそのさっきも言ったようにデジタルに強くない人に持っていただくという意味で別にあのシニアだから必ずこれという話ではないと思うのでだからそういう意味ではもう少し年齢層幅広く考えていただけるといいのかなと思いますしでまあ男性女性という意味で言うとまあ男性は結構あのなんでしょうデジタル好きな人が多いんでまあどっちかというとそういうのは実はまあこの広告のねキャラクターの大竹しのぶさんじゃないですけれどもそういう意味では女性の方が本当は持つにはすごくまあ優しい形態という でもあえて例えば、まあ、ちょっとん、まあ、だろう30代ぐらいの人であえてこれを持ってみてこの音声通話がすげえよなとかって思ってみるのもまあ 面白い観点ではあると思うしうまあもちろん当然自分たちの子例えばこの番組見てる人もまあ20代30代の人たくさんいらっしゃると思うんだけど、うん、お父さんお母さんにプレゼントという形で渡すのもいいことではないかなと思います前みたいにその例えばそうですねだから例えばなんか何ができないこれができないとだんだん減ってきたんで、うん、もしこれでよし不足を感じるようであればこれの上にあのプレミアムがあるし、うん、ベーシックもあるし、うん、で従来のあの ムーマのラク本を持ってた人はもうここへねそろそろまあ行っていただくにも非常にいいのかなという意味ではこれは機能的にも十分だしそうです、ね、非常にいいいい端末ではないかなかと思いますこう今後ラク本というのは定着しすぎちゃっているんですか、ねはいまあ、だからそこがこれからの鍵だと思うんですけども、うんうん、また次回以降ねちょっとご紹介しようと思ってるんですがアンチと言っちゃあれなんですけどラク <laughs> 本ではないもう一つの,その使いやすい端末が増えてるんで、うん、まあそこが今後ラク本的にもまあ勝負を挑む んかあとネーミングをなんか例えば「楽」とかにして「ね、楽本」とか言っちゃうと「え大丈夫?うん」ってこうなっちゃう後どうなるとね,ちょ,とねちょっとねそこがなもう一ついきましょう。これ 2> 2番目いいきますかはい、はい OK ズババリッドな点はあるんですか？うんまあ、今だからゆきちゃんが言ったことがそれに近いですよね。ネーミまあ一つはそうでやっぱり名前としてね楽々本というのはもうイコールシニアみたいな感じになっちゃってるのでそう,う、うん、そうじゃなくて本当はユニバーサルデザインの優しい端末という意味の楽楽本、うん、楽に使える電話という意味の楽楽本だった,ん,、ね、だったんだけどなんか妙にそのお年寄りとのイメージが非常にマッチングしすぎちゃってるんでこの前もね記者会見に実は大竹さんが出てて、うん、非常におきれな方なんですけども、うん、でもやっぱりなんか イメージとしてやっぱそういうイメージできちゃってるのが一つあるのともう一つはねやっぱこのデザインに関してはちょっとねそろそろちょっとどうなのかなっていう気が若干してきましたでやっぱり単色でワンカラーで揃えてるっていうのももう一つアクセント欲しいかなとかですねでもワンプッシュはかなりこれはすごい良かったと思いますなんでかというとうちの母親実はこうやって両手で開けるんです 何なんですかあの動作銀座の三越前とかでいつもみんな待ち合わせしてるあのその年代の方たちは「えっとえっと電話ドア」って両手で開けてるそれを考えるとこのワンプッシュで語ってんのどじゃなっていう感じはしますけども、うん、なんかそういう刺激の部分をね少し足していただく意味でもうちょっとこうアクティブなイメージが持てるデザインとか演出があってもいいかなって、うん、楽々を持っててもかっこいいなよって言えるような,なんかイメージをねちょっと作ってほしいなっていうのがドコモさんに対して、ね 要望ということになりますねまあバットまではいかないですけど、はい、要望ですね、はい、そうですね、はい、ぜひ今後も、えー、頑張って進化を続けてほしいと思います、はい、ハウトゥーケータイです今回はどんなことを教えていただけますか、はいはい、単語登録、まあ、使ってない使う必要もある まあ非常登録するるる必要がああ非常に例えば僕の名前の「リンとか一部変換するものがあるんですけど普通変換しないですよね。そういうのは変換しない文字をまあ登録しとけば変換しやすくなるっていうのもあるんですが、うん、単語登録って割とねそういう変換しない文字を変換するという用途 以外の方が実は違う変換の方が上手にやると便利って話が一、はい、回だってメールでこうそういうふうに「法林先生の法ンってこう入れとけば、うん、下には出ますよね。ねうん、なんですけど、うん、そうじゃない使い方をするというなるほど。で例えばこの N706IE でちょっとご紹介をしますが、はい、メニューボタンを押して頂い,いて、えー「設定」でこの中の「文字、うん、フォント」を選びます。 でユーザー辞書というのがあります。はい、これもうすでにちょっと二つぐらい登録しちゃったんですけども、例えば最近七月ぐらいから散々あの話題になったアメリカの携帯電話、うん、iPhone ってのがございますけども、<laughs> iPhone って I が小文字で P が大文字で U N I っていう、はい、小文字じゃないですか。うん、それっていちいちその<変>毎回入力するの大変じゃないですかはい、はいで。そういうのって先に登録しておくわけですよ。うん、例えばこれで iPhone3G って今単語を入力しました。はいはい で、ここで iPhone3G た読みはあーイーフーとかにしていきましょうかね。そうすると次からどういうことができるかというと、例えばメールの画面に行って、僕 iPhone 買ったんだよみたいな入力して,みて、例えばあいイーフと入力すれば、ここに iPhone3G って出てくるんで、iPhone も i 小文字 p h o n e 一つ開けて 3G までをちゃんと登録することができると。で、これは今アルファベットやりました。はい 当然例えばアルファベット以外のアルファベットと例えばカタカナを混ぜる、うん、例えば携帯ウォッチって実は携帯カタカナで半角空きで。 W o 文字で ATCH と小文字なんですよ。うん、でこれも K タぐらいでもいいし、ウォッチでもいいですけど、なんかそれで変換するようにしたくと変換しました。でさらに実は結構変わったやり方があって、例えば絵文字を使うことがあります。うん、でよく絵文字で、ね、例えば行くちゃんなんかほらおめでとうのメールしたりとか、誕生日おめでとうとか。誕生日ですよ。で,、うん、でそう時のために、同属ケーキ同属、ね。あそう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 。そうい例えばたんおめでとうとか、うん、誕生日とかプレゼントとか、ね。うん、でちなみにちょっと今これ登録したのはプレゼント。 っていう単語をそれに登録したんですけどこのロウソクプレゼントマークロウソクとかをもうここ出てきちゃってるんでなるほどなるほどこれもういすぐ入るとこうやって絵文字を組み合わせてさもちろん本人もさらにあの言葉を組み合わせて,、うん、ておめでとうとか、うん、おめでとうニョロとか,っととかびっくりとか入れといても構わないんでなるほどで登録しておくという使い方ができる、はい、さらに登録する単語もとにかく携帯の場合は全文入れるのはめんどくさいんで例えば今日は晴れかな曇りかなって言うの例えば晴れのち曇りと晴れマークと 曇りマークを入れるから「歯」と「く」を入れたら変換したら「はい、お日様」と曇り「曇りが出る」みたいな格好でも別に構わないんで <laughs> はい、はい、とにかく手短に入力をして変換するのは実は携帯の場合は結構大事なんこれパソコンの場合はねそうでもない、うんまあ、結構キーボードでガーッと入力したとは簡単じゃんみたいな感じはするんだけど、うん、携帯こそこの実は単語入力を上手に使うといいんだけど、うん、ただ一つ難点は。 次の機種に買い替えた時に引き継げないのは、ちょっと残念かな,ああな、ね、っていうところは、ちょっとオチですけれども。ちなみに、エヌの場合は、何個まで登録できるんですか。結構メモリーのある限りいけるんで、んで多分。普通は、だから、もう何十件、何百件と登録できるはずなんで。うんうん、でよく使う単語を登録して、いや、うん、今日、これ、めんどくさかったなと思うのがあったら、もう一回呼び出して。登録する癖をつければ、そんなに、あの、苦労はないと思いますね。ぜひ、他の機種も、ほぼ同等のことに、ただ、さっき言った絵文字を入力して。絵文字を登録単語に入れる方法は、もう機種によって、できる機種、できない機種が。かかっ 変わってきてるんで、そ,んでね、そこはちょっとあの実際に自分の手持ちの機種で試してみてください。うん、それはメールがより楽しく早くなるという。そうあの、ね、篠崎ゆきさんに英文字使ってないと怒られることもなくなるんで、ぜひ活用したいと思います、はい。単語入力勉強になりました。はい。 9月に入り、はい、今回楽楽本をお届けけししましたけれども僕と同世代の人たちはもう楽々だろうっていう言い方を必ずするんですけども,いやもう別に僕は若い人で持ってもらってもいいと思うし、うんね、無理に線引,引かなくていいと思う,、ね、いいと思うんで、うん、ただこれをやっぱりできればなんかあのちょっとデコレーションしながらでもいいかあんまりデコは描っちゃいけないんだけど、ね、ちょっとかっこよく持ってほしいとかかわいく持ってほしいかなみたいな。うんはい 気もしますんで、うん、そういうチャレンジをしてみるのもいいと思いますあとまあ9月敬老の日もあります、ね、そうですねそれでまああのプレゼントするのもいいですよ、うん、あともしねあのお店に行って実際に実機があの試せるチャンスがあったらぜひ一度あのお友達と実際通話をしてみてどれぐらいそのはっきりボイスが面白いのかって、うん、よく聞こえるのかって、うん、結構驚くと思いますので、うん、ぜひ試してみてください結構違うもんですよ、うん、はい、はい